ご紹介を賜りました栃木県議会議員のことよりでございます。いよいよ残すところあと4日となりました。先月3月29日一山町における合併が成立し、人口14万2000の新生栃木市が誕生いたしました。私はこの市長選挙は未来の輝ける栃木市の将来を政策論争で戦っていただきたいと念願をいたしておりましたが、残念ながら今のところ相手陣営は彼岸の候補の市政運営の中傷をするようなビラ等を出しておりますが、決してそのような形でこの価値ある神聖な選挙を汚したくない、そのように私は思っております。彼岸の候補もあえてそうしたものに負けず、反論をせず、じっと自分の信じた政策を訴え続けているところでございます。例えば下塚病院の問題にしても、これは国の補助金をもらう都合上期限が切られているのであります。選挙が終わって6月に入ってから、それから考えるというのでは間に合わないのであります。比嘉の市長は駅前という選択をしました。私は今考えられる状況の中で、それは最もベターな選択であると評価をしております。その他の政策についても具体性、それは先ほどの行われました公開討論会の内容をよく吟味していただいても、それは歴然としております。市民の皆様方、公平公正な立場を持って25日の投票日には良識ある判断をお願いしたいと存じます。その判断材料になるのが、これからお聞きいただく比嘉の候補の名前